大鎮島は、航海に浮かぶ大韓民国汤地下の島。白島の南に位置し、東に北方限界線を挟んで朝鮮民主主義人民、共和国汤地下の加滅半島と対峙する。航海上にあって、韓国の死政下にある、再会後島の一つである。衛星画像による、前景北から白島、大鎮を小鎮島ランドサットによる、撮影行政上は、 南に位置する小鎮をと共に、インチョン広域地下滅群内西面を構成する。島の中央やや南寄りにある三角山を中心に全体に山がちで、農耕地は北部にわずかあるだけで、住民たちは主に漁業に従事している。2009年11月10日に大鎮を付近の航海上で北方限界線を越えて韓国側主配領海に、 侵入してきた北朝鮮海軍艦艇と韓国海軍艦艇との間で砲撃戦が発生し、大王美戦と呼ばれる。1896年、白島や小鎮島と共に、公海道、長渕軍に属した。1945年8月、38度線以南に位置する地域は、軽機動化滅軍として再編された。朝鮮戦争によって、 加滅半島は全て北朝鮮領となったが、再開後島は韓国の統治下に留まった。1974年、白面から大青、小青の二島が分離し、大正面が置かれた。1995年、インチョン港域市の一部となった。韓国本土とは、新川港から小鎮島を経由し、白島行きのフェリーで結ばれている。ありがとうございます。